にちは、いろはレモネードです。小児がん支援にご協力お願いします。イベント会場で小児がん支援を呼びかける女性がいます。うるま市の小川蘭さん。レモネードの売り上げを小児がん患者の支援に充てるレモネードスタンドと呼ばれる活動に取り組んでいます。明るい表情の小川さんですが、こうして人前に立てるようになったのは半年ほど前からです。誰にも会いたくなかったし、外にも出たくなかったし、まあどんなに泣いても帰ってこないんですけどね。小川さんの次女いろはさんは小児がんと戦い、10歳でこの世を去りました。病気の始まりは突然でした。2021年9月、大好きなフィギュアスケートの練習中に何度もよろけるようになったのです。念のためにと受診した病院で小児がんの一つ、脳幹グリオーマと診断されました。呼吸や心臓の動きを司る脳幹に腫瘍ができていて、いろはさんに残された時間は半年と告げられました。お医者さんが半年かなって言ったんですよ。はい、もうその告知の時に半年かなって。でもその後はもう覚えてないです。自分がどうやってビフェン読んでたかも。覚えてないですね。告知を受けた翌日からすぐ放射線治療が始まりました。どう調子？悪くない。よかった。しかし病気の進行を抑えることはできず、日に日に右半身の麻痺が進みます。動物が好きで、大人になったら獣医になりたいと話していたいろはさん、左手で料理をしたり文字を書く練習をしたりしながら夢を叶える努力を続けていたといいます。小川さんは娘を助ける方法を探して海外の病院にも問い合わせますが、いまだ根本的な治療法が確立しておらず、回答はどこも同じ。どこからの回答もこの病気で生きた子は一人もいないっていう回答でしたね。生き残ってる子が一人もいないっていう回答。なんて？天国、どんな感じなんだろう。天国？うん。さあ、ママが先に行って調べとくね。なんでそんなこと思うの？だってさ、まだまだ先のことだけど、死んだら済むじゃん、そこに。なんなら知ってた方がいい感じ。2022年3月、いろはさんは余命宣告通り、病気の発症から半年で亡くなりました。いろはさんの一周忌を終えるまで外出もできないほどに深い悲しみの中にいた小川さん、 SNS で同じ境遇の親たちと交流する中で、小児がんの研究を支援する活動に携わりたいと思うようになります。私たち家族のような同じご家族やっぱり増えてほしくないというか、見るのも辛いですしって思う思いから、レモネード活動をしてみようかなって思って、去年8月からレモネードスタンドの活動を開始。イベント会場などに出店し、1本200円でレモネードを販売。材料費などを除いた全額を小児がん治療を研究する団体に寄付します。
身が動かないと誰も分かってくれないのでよいしょ。初めは一人だけの活動でしたが、販売に協力してくれる人も増えてきました。ちょっと一人でも多くの方にこの活動のこの頑張りをちょっと知ってもらいたいなと思って SNS を通して知ったんですけれども、この購入することで協力できるであればうちでも並べたいと思って。さらに今年に入ってレモネード販売用の車を導入、病気の子どもの家族に対しても支援を行いたいと会社の設立を目指しています。昔に小児がんで、はい、お稽古なんかしてるんですよ。よろしくお願いします。自分の子どもも入院してますとか、小児がんでしたっていう方とか、あとはまあ小児がんでしたけどちょっと頑張ったけど亡くなられましたっていうお母さんたちが結構いらっしゃるんですよ。そういう方たちと少しずつのつながりが広げていっている中で、やっぱり私にできることもあるだろうなっていうふうに感じることもあったり、ご家族の支援にも力を入れていきたいっていうのをすごく感じてます。こんにちは、いろはレモネードです。病気の子どもとその家族の力になりたいと願う小川さん、闘病中にいろはさんが見せてくれた姿が活動の原動力となっています。これ娘が私の誕生日も最後の手紙ですね。これ私の亡くなる1ヶ月前に書いてくれた手紙なんですけど、もうミミズみたいな字にはなっちゃってるんですけど、麻痺で一生懸命書いてくれて、いつも本当にありがとう、一番大好きだよ。彼女のことを思うと私のやってることもそうだし、私の気持ちもそうだし、なんてことないことなんですよね、きっと自分を治すために。だから最後まで諦めないっていうのが彼女の信念だったので、私もその思いでやってます。